死が出たと。質問していい？いや、ちょっとあのその話だったら、はい、私はあの、まあ最まあ、お国で例えば陸前高田 の満期が汚染されたとかいう話もあったんですけど、ずっと疑問だったのは福島 の汚染についてはあの言われてきたんですけど、宮城についてはかなりの間ずっと言われてなくて、で私も岩手、宮城、いろんなところに行きましたけども、多分絶対にあるよねっていう地域もあえてゼロですっていう、影響ありません、宮城から上はずっと影響ありませんって言われ続けたんですよね。それは何か作戦だったんですか、それとも数値を測ってなかったんですか。いや、ゼロですっていうのは、いや、ゼロって基準値以下ですって、宮城の場合は基準値以下ですっていうのがずっと出続けましたね。それは多分、あのモニタリングをしてると思いますけれども、でそれで突然にあの南の宮城の方はあのやはりあのホットスポットがあったということが分かったんですね。すぐあの飯舘のすぐ横のところ、丸森町のところで、そういうのが後で出てきたわけですよね、だいぶ後になって、でそれは今現在はどうなんですか、岩手とか宮城に関して。今あの汚染マップをきちっと作っています。でそれ発表されてます、発表あの今きちっとそれなりに、その状況としてはどうなんですか。そうなんですか。あのすいません、ちょっとね、時間汚染マップは今広範囲のはどちらにせよあのチェルノブイリの時も作られていますので、稲原がショックだったとおっしゃったんですけど、そのずっと数値を測ってたんだとすれば分かっていたはずじゃないですか。稲原はあの正直言って稲原はを食べさせること自身がそこが問題だったんですよね。で福島の稲原が先出たんです。ただその後出たのが宮城とか岩手もあったので、それは非常にあの、まあ、南の方だったりしてもそれはあのこれから汚染、まあ、これからというか今もやってますが汚染マップを作らなければいけないと思いますし、でその問題だけじゃないんです。今まさに加藤さんおっしゃったようにあの非常にね、あの牛の問題も例えば岩手 の牧場の人たちは自分なりにあの守らなくちゃならない、生きていかなくちゃいけないので、例えば自分たちが細かくそのホットスポットっていうのはもちろんあるかもしれませんけど、大丈夫なやり方をしているところは大丈夫かもしれないっていう、自分たちが測って自分たち大丈夫だっていうことを、例えば大腸守る会なんかもそれに一生懸命やってきてるんですね。だけどダメってなっちゃったわけですよ、ポンとね、岩手県ダメっていうふうになっちゃった。今は出荷停止、そういうような形での出方っていうのはね、非常にやっぱりあの皆さんのやっぱり農家についても絶望的な状態を生んでるんで、もうちょっとデータが細かく正確に常に迅速に出されているということがすごく大切なんですよね。ぜひそれを、それをだから細かく迅速に出しているということに即応する政策の発表の仕方が必要だと思うんですよね。ぜひそれをお願いしたい。発表はさせていただいていると思うんですが、それはもう至らないというのはあの申し訳なく思いますが、要は私が何が申し上げたかったかというと、稲荷の問題もそうですし、これからは糞尿の問題とか汚泥の問題とか、それから課題としてはやっぱ落ち葉、そうです、ね、山がからこれから落ち葉が出てくるものが、それで問題は除染するときに土とか表面の土を取ったり、落ち葉をねみんなであの取るっていうのを秋落ちたときに取らないと来年まで引きずっていくっていう、ですけど一番決めてもらいたいのは除染したものの捨て場所を早く政府として決めてほしいんですね、はい、それはもう皆さんがもうツイッターの中でもいろいろなでもみんな言ってるんですよ。困るじゃないですか、そのもう何ヶ月も前からそれを困ってるわけでしょ、まあ、それなんで決められないんですか。それはあのそれぞれが、それ原発が、それこそ原発が責任を持って自分たちの持ってる資産の中から捨て場を見つけるわけでしょ。原発って電源会社 自身が自分の資産の中にここに捨ててくださいということを絶対言うべきでしょ。いや、それを政府としては要求してほしいんですよね。だから原発、そこは難しいんですけど、敷地内とか原発の敷地内も原発の持ち主があってもそこの町や市民の人もいらっしゃいますので、そこの市や町の人がどういうふうに考えるかもありますので、なかなかそういう簡単にはいかないんです。ちょっとずっとで、だから八方美人っていうか、あのすいませんけど、ちょっと他にも発言をされてるんですけど、いやいやいや、それは我々としては今決定しようと思って努力していますし、
今加藤さんご指摘の課題は我々は認識をしながらやらせていただいています。それはもうもちろんです。それを決めないと前に進まない。だから、はい、すいません、ちょっとその議論の過程が見えたいわけです。他にこういうふうに交渉してるけど、この人はこうだっていうようなことを見えるように議論してもらわないと、民主党がそれを頑張ってるようには見えないです。じゃあ、小五郎ちゃんどうぞ。すいません、福山さんが帰る前に一つだけ聞きたいことがあるんですけど、すごいまた具体的な話なんですけど、今主に陸地の話だったと思うんですけど、私今すごい食べ物が不安なんですけど、海の海藻、わかめとか魚とかってもしどこかに数値が出てるんだったら、こんな質問して申し訳ないと思うんですけど、どこかで調べてたりはするんですか？海はモニタリングコストを増やして、同じ場所で定点的に、観測をして発表はしています。で、今のところは大きい数字が出てる場所があまり、おかげさまでないので、今のところは大丈夫だと思ってますが、しかしながらこの間も最初の時に、稲穂じゃなくて、稲穂かが出ましたし、それは場所によってですね、注意しなければいけないので、海洋産物も基本的にはモニタリングをしながらやらせていただいているというのが現状です。壁を作るっていうのは普通考えたら汚染がずっと出てる。すいません、トリコさん申し訳ないんですけど、出てるに決まってるんだから。ちょっと申し訳ないは、汚染水は外へ流れ出てません。はい、高見さんの方行きますか。はい、あ、中本と申します。さっき加藤さんがご質問されたことがすごく重要な、最初にご質問されたことがすごい重要なことだと思って、今ちょっと細かいことに話がなっているんですけれども、私は福山さんも菅さんも枝野さんも前原さんもみんなよく知っているし、すごい応援しています。 でも小島さんがさっき、じゃあ首相が変わったらこれから、今反原発の脱原発の旗が上がったのがどうなっていくんだろうということを問いかけていらっしゃいましたけれども、私たちは本当にそれを心配しています。で、福山さんはみんな日本の国のこと、安全のことを考えて政治家も官僚もみんな一生懸命やっていたというふうにおっしゃっていましたけれども、それは確かにそうだと思いますが、今ちょうど8月で終戦の記念日の近辺なので、戦争第二次大戦の頃 のドキュメンタリーとかがたくさんやっていますけれども、時もみんな戦争に関わった人もこれが一番日本の国のためだと思ってやっていたことが結果としてああいうひどい、ことになりました。今もやっぱり同じだと思うんですね。で、これをなんとか止めたいというふうに私たちは思ってるんだけれども、でも福山さんや菅さんやを応援してくださいとか言われても、具体的にどういうふうに応援したら政治が変わっていくような国民の行動になるのでしょうか。何か